ちは、庄司と申します。今ニューヨークで歌をやっています。これからもどん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 しっかりやっていきますのでよろしくお願いいたします。なんかトレーニングしてることとかはありますか？今日は夕方のところでボーカルのトレーニングを積んでいて、あとはもう自分でお家で練習するとか、ジムに通って体作りをするとか。ニューヨークで歌い始めたきっかけっていうのはいつぐらいから？そうですね、3年前ニューヨークに来たんですけど、はい、もうニューヨークに来る前に歌を歌いたくて、それでもう歌うんであればニューヨークに来て歌おうと思ったから。どうしてニューヨークだったんですか？そうですね、僕はアメリカのことをほとんど知らなかったんですけど、アメリカの音楽が好きだったから、どこか忙しいところって思った時にカリフォルニアかニューヨークかなってパッと思い浮かんで、その時にたまたまニューヨークに決めた感じです。ニューヨークのその好きな音楽というか、はい、R&B の音楽とか好きだったから、はい、ずっとその R&B を求めてきたんですけど。どういったアーティストが好きですか？ジョン・レジェンドっていう方とか、あとはまあもういないんですけど、ダニー・ハサウェイとかで、こっちに来てからどんどん R&B だけじゃなくてブルースだとかソウル、ゴスペルだとかそういうのを知っていって、それでより一層ハマっていきました。ニューヨークでアポロシアターに出場したりとか、あとはもっとさまざまなイベントにたくさん出場して、少しでものステージに立って自分のことを堂々と伝えて、ね、やっぱりしっかりやれることからコツを上がらないといけないと思います。